並みを見てもまず目に入るのは結構旅館が多い。それから歩いてる人で外国人とか、あとは学生の姿とかね、そのなんかの大会があってるのが修学旅行なのか、修学旅行の時期じゃないかもしれないんだけど、なんかの大会、スポーツの大会なのか、やっぱ学生がこうジャージとかして歩いてるんでね、その辺がこうもう雰囲気がどんどん違う。松の大口食べ歩き。京都を散策する松がやってきたのは湯葉の名店、組み上げ湯葉丼ぶりなど2品を注文。これが組み上げ湯葉丼。湯葉にもいろんな状態があるんだね。で、京都といえばやっぱ湯葉、湯葉といえば京都みたいなとこもあるから、この京都の湯葉どうなんだろうね。これかなりトロッとしてんだよね。山芋ろしたみたいな。イメージは結構山芋に近いんだけど、こう湯葉の、まあ、豆腐のだから豆の香りがすごいしてくる。ツヤツヤの卵にトロトロの湯葉、まろやかさがたまりません。あ、薄味でね、醤油と合う。だから山芋をおろしてかけたご飯の食感は似てんだけど、この後から湯葉の風味が追いかけてくる感じが特徴的だと思うね。で、わさびがほんのり、卵はすごい絡んでいける。そしてこちらがあんかけと湯葉のご飯。これがあんかけかかった湯葉なんだね。湯葉ってちょっと肉とか魚じゃないんだけど、メインをやっぱ張れるよね、この味付けによってね。とろっと効いてて、こうあんかけの風味が、生姜が効いてんのかな、風味がすごい豊か。だからやっぱ独特なのは、そのあんかけと湯葉がこう2層になってる感じ、うん、こっちの湯葉の方がこうしっかりしてるっていうかね、固めで、内臓みたいな、そういう食感、コリコリっとしたね食感が出てくるけどね。これもあんかけの風味とこのご飯と相性がすごくいい。町のベンチに座って食べる珍しい光景かもしれませんが、これも町に溶け込むための一つの方法です。錦市場近辺のアーケードにやってきた松。おしまいは京都で有名な八つ橋。すいません、こしあんを一つください。本家の店にはとにかくたくさんの種類がありました。あんこにも粒あんとこしあんがあり、松はこしあんのものを注文。これがね、こしあんの八つ橋。生地美味しいな。なんかこうお茶の葉じゃないけど、こういうこう味わいがね深いんだよね、緑のね。甘さ控えめ、まさにはんなりといった味わい。よもぎなのかな、ね、葉の香りがすごく口の中広がってくるね。で、こしあんのこう甘さが控えめなのがいいね。
松の大口食べ歩き。今回は京都編。チョコレートコロッケに始まり、うなぎの肝、水菜、湯葉丼など様々な京都の食べ物に出会いました。京都へ旅に出ようという方はぜひ参考に。そうでない方は食べた気分になったでしょうか。次回はどんな旅になるのやら。